エディンバラ総領事時代の松永大輔と、スコットランド自治政府首相のニコラスタージョン、松永大輔は、日本の外交官。外務省国際報道官や、ドバイ総領事、エディンバラ総領事を経て、中エチオピア特命全権大使、福島県出身。1979年、東京大学教養学部卒業。1982年外務省入省。 外務省沖縄事務所副所長、外務省外務報道官組織国際報道官、在ベトナム日本国大使館公使、在香港日本国総領事館主席領事、ドバイ総領事等を経て、2016年エディンバラ総領事、2018年から中エチオピア特命全権大使を務め、稲作が広がりつつあり、エチオピアにおいて新設された、 国立稲研究研修センターの落成式典に出席し、さらなる研究活動が展開されることを期待しますと挨拶を行うなどした。AB エチオピア大使に、松永市日本経済新聞二千十八年八月二十八日十時三十六分、昇華でな町衆議院議員、鈴木宗尾君提出二千二年七月三十一日の日米外相会談における、 北朝鮮のウラン濃縮開発問題に関する質問に対する答弁書集議員外務省 ODA 広報資料 ODA 個別評価報告書ベトナム工がデルタ地域外務省スライド1農林水産省エチオピアで広がる稲作の存在感国際協力機構ありがとうございます